バカゲーファンの皆様、こんにちは。今回はツルピカハゲマル目指せツルセコの証を攻略解説していきます。太古の昔、宇宙から飛来した謎の物体、ツルセコの証。ツルセコの証によって蓄える知恵、ツルセコに目覚め、人類を歴史の影から繁栄へと導いてきたツルセコキング。なんと、ハゲマルは、その偉大なる継承者だったのです。世界のどこかに隠された、そのツルセコの証を探し出す冒険に旅立つことになってしまったハゲマル。さあ、真のツルセコキングを目指して大活躍だ。このゲームはアドベンチャーステージ、アクションステージ、そしてマップ画面の3つから構成されています。アドベンチャー部分はほとんどおまけみたいなもので、メインはアクションステージとなります。マップ画面で行きたい場所までハゲマルを移動させることで、アドベンチャーステージに入ることができます。十字キーの上を押すとメッセージを早送りできます。これを知らないとかなりテンポが悪くなります。まずはユスラウメ町に行きます。金魚屋さんがいますが、今はお金を持ってないのでスルーします。そしてアクションステージが始まります。操作方法は十字キー左右でハゲマルの移動。押し続けると加速がつきます。十字キーの上を押しながら B ボタンを押すとお金を消費してコイン投げ攻撃ができます。 A ボタンでジャンプ、助走がついた状態で押すとマックスジャンプになります。 B ボタンでハゲマルが逆さまになって頭突き攻撃ができます。マックスジャンプ中は、ハゲマルは回転して無敵状態になります。コイン攻撃は100円まで貯めて攻撃ができます。お金は貴重かつあまり強くないので基本は使いません。ここで、セイコちゃんから、セイコの写真をもらえますが、全く意味がありません。このゲームですが、全く意味のないアイテムが多数存在します。ここで、桜先生から、ツルセコの証はエジプトのピラミッドの、中にあったとの情報をもらえます。エジプトのピラミッドは、なんと、同じ町内のしかも隣にあります。ピラミッドに着くと、中にいる仙人に聞いてみるといい、と言われます。
ピラミッドステージ開始です。また、このゲームですが、見た目とは違い、難易度がかなり高く笑えないほど鬼畜となっています。体力制ですが、3回当たったらアウトです。道中に回復アイテムもないし、敵も落としません。残機もありません。穴に落ちれば一発ゲームオーバーです。基本は2エリア構成となっていますが、2エリア目でミスすると、フィールドに戻され、1エリア目からやり直しになります。その度に、長い会話シーンもスキップできずに見ることになります。ミスすると、所持金も半分になってしまいます。老人に話を聞くと、知らないと言われ、その代わりに水晶で占ってもらえます。占いによると、ハワイのハメハメ大王の宝箱の中に、ツルセコの証はあると言われます。まずは、金魚を買いに行きます。最初にうすら梅町にいた金魚屋は、なぜかジャングルにいます。金魚屋さんは、5時に帰ってしまうらしく、このステージのみ、1分の制限時間があります。そのため、急いで進まないと間に合えません。ここは、タイムオーバーになってもやり直しになるだけで、所持金は半分になりません。そのため、ここのステージを繰り返しプレイしてお金を稼ぐのに適しています。ゴリラは100円持っています。このゲームですが、お金を使って先に進むこともできますが、敵の落とす金額が少ないため、時間がかかります。この動画では、なるべくお金を使わないツルセコスタイルで、攻略していきます。制限時間内にたどり着くと金魚屋がいます。どの金魚も買っても同じなので、一番安い金魚を買います。金魚を買ったら池へと向かいます。池に着いたら金魚を捨てます。すると、女神様が出てくるので、正直に答えると、金の金魚がもらえます。そして、再度、池に入ります。そして、ハナスを選んで、金魚を選択します。ここの、ハナスは、ハナスではなく、ハナスです。金魚を放すと、金魚鉢のみが手元に残ります。ハゲタケに向かい、鶴丸を呼びます。鶴丸に金魚鉢を渡すと、潜水服を作ってもえます。潜水服を手に入れたら、JTB へ向かいます。潜水服を持っていれば、無料で泳いで渡れる体験コース。というわけのわからないコースが選べます。ちなみに、4580円を払えば、普通に飛行機で行けます。水中ステージです。まさかの金魚鉢に、シュノーケルがくっついただけの潜水服です。やや操作に難ありです。一撃死の穴も多いので、慎重に進んでいきます。水中ステージを越えると、ハワイに着きます。聖子ちゃんは、なぜかどこでもいます。
事です。海の下から大きなサメが飛び出してきますので気をつけます。ボスのハメハメ大王戦です。ここのボス戦ですが、通常に攻撃を当てると盾でガードされてしまいます。ある程度距離を空けると槍を投げてきます。槍を投げてる隙に急いで近づいて攻撃を当てます。槍を投げてくる前に近づいてしまうと槍を投げずに突進してきます。10発攻撃をヒットさせれば倒せます。ハメハメ大王を倒すと、スルセコのカカシが手に入ります。そして日本へと戻ります。帰りは水中ステージはカットされています。ピラミッドへと向かいます。老人は、ツルセコの証とツルセコのカカシを勘違いしていました。お詫びに水晶玉をもらえますので、早速使います。水晶によると、アメリカへ向かいとのことなので、今度はアメリカへ向かいます。再び JTB へ行きます。なんと、10周年記念で、アメリカには無料で行けます。ちなみに、アメリカには何回でも無料で行くことができます。女の人に悪党退治を頼まれます。退治をすれば何でも願いを叶えてくれるとのことです。ニューヨークステージです。このステージは、ビルとビルの間の穴が多いので、劣化しないように注意します。クリアすると、約束通り願いを叶えてくれて、3つの願いから選択します。ツルセコの証のヒントが欲しい、を選びます。なぜか、ツルセコの証が欲しいではなく、ヒントが欲しいという願いです。そして、暗黒の大親分への手紙を書いてもらいます。どう見ても、隣たじいさんが大親分に手紙を渡します。大親分は、かき氷マニアとのことで、南極にある伝説のかき氷を持ってくれば、何でも教えてくれるとのことです。このように、ショップでも潜水服等は買えます。武器等の、全く意味のないアイテムもあります。また、自虐ネタで、萌えプロが10円で売っています。
南極に行くには防寒服が必要なので、エジプトに向かいます。ペスがいるので、まずご機嫌を取ります。ご機嫌を取らないと、今後、なぜかスライム&スライムペスがエンカウントするようになり、お金が半分減ります。その後に毛を取り、毛皮を手に入れます。ハゲタケに行き、鶴丸を呼んで毛皮を渡して、防寒服を作ってもらいます。アメリカ側の JTB から防寒服を使うと南極へと行けます。ハワイに行った時と同じステージなので倍速いたします。南極ステージです。かなりの難関ステージです。足場が滑り、即死の穴が多く設置されています。アザラシと雪だるまや画面下から発射されるミサイルに注意しながら落下しないように進みます。ゴールすると、白熊とのボス戦になります。どう見ても、ブス姉ちゃんです。ここでのボスとの戦闘方法は、バカゲーにありがちな、クイズで戦います。出題される問題は3問です。すべて正解すれば撃破です。白熊を倒すと、アイテム、火器氷入手できます。早速ニューヨークに行き、大親分に火器氷を渡します。鶴瀬湖の証が、月面基地の建設現場から見つかったとのことで、スペースシャトルの搭乗券をもらえます。宇宙に行くには宇宙服が必要です。まずはゴミ捨て場に行きます。ゴミ捨て場に着いたら、鶴瀬湖のカカシを使います。これでカラスを追い払えるとのことで、アルミ箔をもらえます。ハゲタケに戻り、鶴丸を呼んで、潜水服とアルミ箔を渡して、潜水服を宇宙服に改造してもらいます。
あとは酸素ボンベを手に入れれば宇宙に行く準備ができます。四国やアメリカ店に行き酸素ボンベを買おうとするとなぜか先頭になります。ボス、定員戦ですが、なぜかクッソ弱いです。ボスを倒したら、2000円で酸素ボンベを買います。そのため、最低でも2000円は必要になります。NASA に行き、宇宙へと向かいます。月面基地ステージです。ここも穴への落下と砲台の射撃に注意しながら進みます。最終ステージ、月面基地内部です。最終ステージだけあって、穴や動く足場も多く、敵の攻撃も激しいです。飛んでくる UFO もピンポイントに邪魔してくるので注意です。ラスボスです。どう見ても父ちゃんのハゲタハゲ像です。ラスボスですが、物理的に攻撃が届きません。そうです。まさかのラスボス戦が負けイベントです。ラスボスのトライベーダーは10万円アタックに弱いとのことで、セイコちゃんから10万円金貨をもらいます。上キーを押しながら B ボタンで貯めて話すだけです。まさかのラスボス戦は完全なるイベント戦闘です。トライベーダーを倒すとツルセコの証が手に入り、
地球へと帰ります。日本に戻ってきたらハゲタケへと行きます。家に着いたら鶴瀬湖の証を見ます。するとメイドイン小学館と書いてあることがわかります。右下の小学館へと向かいます。道中でうすうす気づいたプレイヤーもいたと思いますが、実は原作者野村慎吾と登場人物たちによる壮大なやらせでした。それは作者がいつものようにネタが思い浮かばないため、ハゲ丸に本当に冒険させてそれをネタにしてしまおうという話でした。結局のところ鶴瀬湖の証というのは最初から存在しませんでした。ゲームクリアです。お疲れ様でした。そしてここでなぜか1分待たされた後にスタッフロールが始まります。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。